こに行くの？あげたいものがあるの。あなたへの贈り物。怖いものじゃないよね。ええ。ああ、でも僕何もお返しできないよ。あのさ、質問していい？もちろんよ。君っていうか、僕らは最後の巨人族なの？そうとも言える。でも複雑なの。教えてよ。教えるよりも見せた方が早い。ねえ、本当？じゃあ僕の予言は？あれが真実なら僕は何をすべき？何も。結末は変えられないのよ。どんなに避けようとしても必ず予言通りになる。じゃあこれまで運命を変えられた人はいないってこと？一人も？もちろん細かい部分は変えられるかもしれないけれど、終着点は変わらない。だったら筋書き通りに歩む方がいいでしょ。あれ何？昇降機。ヤーラとは少しお別れ。上に行きましょう。ファーラ。なんだか贈り物を渡すのが嫌みたいだけど。終わりを意味するものなの。どういう意味？行けばあなたにもきっとわかるわ。それじゃあ、私の予言の結末を見ましょう。ついてきて。こっちよ。この先に亡者の谷がある。みんな死んじゃったの？アースガルスを恐れながら生きることに疲れて隠れたの。そしてオーディンを惑わすためにヨトゥンヘイムに死体の山を残した。隠れた？そう。
人で登れる。ああ、玉児だ。待って、見たことあるの？別のやつを前に見つけたんだ。どこで？祭壇の壁画で。でもそんな。他にもあるのね。何なの？ほら見て。シアチ。フロドル。気をつけて。バーラ。巨人だ。これって巨人のもの？巨人そのものよ。巨人はこの地でオーディンに殺されるか、あるいはその身を隠すか選択を迫られて、最後は父が巨人たちの魂をこの玉樹に移したのよ。死ぬ前に私に託した。彼らはこの中で平穏を得たの。これからはあなたが守ってあげて。僕でいいの？ええ、母が見たのよ。あなたなら時が来たら玉璽を正しく使えるって。それっていつ？わからない。戻りましょう。これって責任重大だよね。あなたが背負うのよ。ねえ、大丈夫？ええ、私の旅路はここまで。玉璽をあなたに託して私はこれで役目を終えたの。僕と一緒に来れば、一緒にオーディンと戦おうよ。一緒に戦う運命ならあなたの壁画から私の姿が消えるはずないでしょ。ごめん。そうだ、一緒に入れてあげよう。喜ぶよね。行きましょう。はあ、区界一高い山か。僕がヨトゥンヘイムに行った時、父上も一緒だったんだ。巨人の指に行ったの？そこで母上の灰をまいた。ずいぶん前のことみたい。ねえ、壁画なんて気にせずに物語を続ければいいんだよ。もちろん私にもやりたいことはあるわ。ただ巨人族として役目を終えたら私は何者になるのかなって。友達？ねえ待って、今の何？手を貸して、ヤーラのところに行きましょう。嫌な予感がする。ねえ、平気？まずい。
キーねえ大丈夫僕だったら平気だよヤーラを探して回り込むわそれで、玉樹だけど、生き残りはこれだけなの？他にもいるわ。行方知れずの巨人もいるのよ。でも、一体どこに？区界にはいないわ。知っている限りはね。岩の奥に陥没穴があるのそこに行きましょうそしたらどうかしたのここが実在してたなんてみんな知ったら驚くよロキ鉄の森のことは他言無用よお父さんにもオーディンが探しに来ないからここは安全なのゴフで動物は守れてもアース親族が探しに来れば分かったごめん誰にも言わないよそうだアンニュー、また今度ねうわいやまたねギョクギョクの実は狼にあげるの食べたい子にね独り占めはさせないけどまずはイアカせっかちだしもうすぐ陥没穴魔物だらけなの前は絵の具の材料が取れたんだけどそっかなら追い払おうよ絵の具は大事だしさ君がそうしたいならねあええもちろんいいなあげる積んじゃったのああほらお返しにさありがとうでも取っておいてほらレッジの巣を探しましょう巣で画材が手に入るから見落とさないで、うん、真っ暗だね待って、うん、レッジだ巣もあるすごい数だわもっと松明をつければ戦いやすいし必要なものも集められるわ分かった松明は任せて行きましょうここにいたら迷子になっちゃうねならないわよ大丈夫よし
またすぐありそうね。よし、明るくなった。戦士様元気？これでよし。変な匂いがするね。立った水みたいだ。下は空気が冷たい。水ガルズよりマシだよ。気をつけて。この辺りドラグル任せて。なんか言いかけた。場所じゃなかったのに。本当よ。やるわ。おお。巣はここだけじゃなくて上の方にもある。わかった。やるわ。あともう少し。ねえ、そうだ、僕と一緒に来ない？どこへ？ミズガルズ、他の世界でもどこでもいい。それはやめた方がいいと思う。動物たちを置いていけない。気持ちは嬉しいけど。近くに巣がありそう。
色は何色なの？一つ選ばなきゃダメ。二つでも三つでも。よし、決めた。青。待って、やっぱり緑。黄色もすごく好き。ああ、でも赤も外せないし。ああ。今ので全部だ。ありがとう。機嫌直った？そうね、戻りましょう。早くここから出たい。帰りましょう。運命を知れば何か変わると思ってたけど、僕はやっぱり僕だ。君の時はどうだった？何があろうとあなたはあなたよ。運命は受け入れなきゃならないものなの。じゃあ君は受け入れたの？そのはずだった。来た道戻るの？いいえ、陥没穴を迂回していくの。そうだ、君のお母さんも予知できたんだよね。巨人族はみんなできるものなの？一部よ、夢見するの。ああ、あれか。前にトールの夢を見た。トール？正夢になって家に現れたんだ。え、トールが？なんだかそれ悪夢って感じね。ああ、だよね。これは何？ああ、ホタルよ。凶暴なの？あなたって無邪気。綺麗だね。ええ。ちょうどよかった。何が？すごい。いろんな意味で変な
体験だったけれど、でもあなたと会えてよかった。僕も。